園芸ラボです。今日は夏休みの自由研究ということでサボテンの種をまいてみようというのを出してみたいと思います。用意するものですが、くんだ、そしてこのふるいでふるった赤玉土をふるったみじん、そしてサボテン用の土、そして緩効性肥料、鉢底石、鉢をする鉢、そして肝心要のサボテンの種ということになります。これを巻いてみます。まず鉢です。ちょっと乾きが遅い方がいいです。乾いてしまうとサボテンの種というのは発芽しなくなってしまいますので、鉢底網を入れて鉢底石を引きます。こんな感じになります。市販のサボテン培養土、自分で作ってもいいですよ。赤玉土と園芸培土とか、バーミキューライトとかを加えて自分で作ってもらっていいです。配合例は示しておきます。そしてこれを少し入れて、はい、こんな感じですね。半分ぐらいのところに緩効性肥料です。植え替えないので、夏休みの自由研究で植え替えるとかなかなかそれは難しいので、これを 5g ぐらい引いておきます。これで夏休みそのまま植え替えずにサボテンの成長を楽しんで観察できると思います。そして軽く混和して、均一に混ぜて、そこにまた先ほどの土を入れます。はい、できました。そこでサボテンは雑菌に弱いので、表層に種がまいて根が入っていくまでのところは肥料分が少ない雑菌が増えにくい土を用意します。それは赤玉土のみじんとくんたん、これを3対1に混ぜたものを用意します。こんな感じですね。混ぜます。少し湿らしておくといいです。軽い、粒子が軽いので少し湿らすことで均一に混ざるようになります。で、粒子が、くんたんの粒子を混ぜることで根が浮き上がったりしても、ちょっとデコボコの方が根が入りやすいので、よりひっくり返らずにきれいに巻くことができます。発芽してからも根の入りが入りやすくなります。はい、できました。ここにパラパラーっと、だいたい1センチぐらいの厚さになるように引いてください。軽く押さえて土が浮き上がらないようにします。均一にならしておいてくださいね。はい、できました。灌水は上からやると土がバタバタになってしまうので、水を入れた鉢底鉢皿に水を吸わせてひっくり返らないようにします。このように置いてしばらく表面まで毛管現象で水が上がってくるまで待ちます。30分ぐらい待ちましょう。